こんにちは、トンボです。はい、ということで今日は、厚着のラメラメストッキング履いてみたの回ですということで、今日紹介していくのはこちらの、じゃーん、厚着の、足から華やぐ贅沢ラメストッキングのブラックとベージュです。ね、ラメラメ系はまだ一度も試したことがないんですけども、ね、どうなんですかね、ラメラメ系。なんかちょっと画面越しに伝わるかがちょっと心配だけども、なんかちょっとね、どんな感じになるか履いていきたいと思いますはい、ということでこちらの厚着のラメストッキングなんですけど、値段は税込みで880円です。で、ベージュの方は今回はピュアベージュの、シルバーのラメラメのやつを買ったんですけど、これに関してはシルバーのラメとゴールドのラメの2種類あるみたいです。で、こっちの、ブラックの方に関してはこれもブラックのシルバーのラメのやつを買ったんですけど、ブラックのグレーのラメのやつも、売ってるらしいです。だから今回はちょっと両方ともシルバーラメで、買ってみました。はい、それでは、実際に履いていきたいと思います。はい、そしたらこっちの、ストッキング開けていきたいと思います。最近はなんかグンデが続いてた気がするけど、今回は厚着。冬はやっぱり厚着だね、みんな厚着だね。はい、こんな感じです。ラメラメ見えるかな。こんな感じでめっちゃラメラメしてます。たっぷりのラメで足元から華やかな気分に包まれそう。ちょうどいい透け感と陰影が美しく上品な一足って書いてます上品らしい。実際に履いていきたいと思います。ふんだんにラメが使われておりますね。よし、うわ、めっちゃラメ。めちゃめちゃラメラメしてる。見えるかな。めっちゃラメラメしてるよ。あ、でもね、やっぱりね、なんだろう、まあ、結構こういうなんかラメ製品って手にラメがついたりするやつがあると思うんですけど、やっぱさすがね、厚着さんなのでね、ちゃんとラメの生地で、まあ当たり前かもしれないけど、ラメの生地でね、まあ、作ってるからね、全然そういうことはないですね。心配ナッシング。反対も履いていこう。全然関係ないけど、最近めちゃくちゃ乾燥します。乾燥するのでニュートロジーナを買いました。なんかニュートロジーナをね、この前薬局の人にもらって初めて使ったんですよ。であれってハンドクリームじゃないですか、とかボディクリームで、ハンドクリームをもらってなんか手に塗って使ったらめっちゃベタベタするなと思ったんだけど、あれをなんか顔に使ったらめちゃくちゃしっとりして、でもね、ワセリンほどギトギトしなくてね、めっちゃいいなと思いました全然関係ないけど、ニュートロジーナのお話をしました。じゃじゃーん、こんな感じ。めちゃくちゃラメラメなの分かりますか。厚着履きやすい、
なんかこの上まで履いた時のフィット感がすごくて、なんかこうダルダルもしないし、かといってきつすぎないし、ちょうどいい履き心地。さすが厚木さんっていう感じです。はい、足の裏はこんな感じです。足の裏までめっちゃラメラメなの分かりますかね。めっちゃラメラメ、すごいね、これすごい、なんかラメが、ラメで影ができてる感じ。でもなんか心なしか、なんかすごい細く見える気がします。でもなんか若干ちょっとパーティー感があって、なかなか普段使い しにくいのかなとはちょっと思いましたが、でもめっちゃなんかね、足綺麗に見えるから、なんか黒いワンピースとかにいいかも。黒いワンピースにこれ履いたら、なんか足が生えてすごいいい感じがします。はい、そしたら次はこっちのベージュのラメラメの方も履いていきたいと思います。まず開けます。パワーミニーマウス、カラーのミッキーマウス。お、なんかめっちゃめっちゃオレンジ、めっちゃオレンジじゃない、ここ。そしてめっちゃこっちもラメラメでーす。結構ね、生地がしっかり丈夫な感じ、なんか着圧じゃないけど結構本当に丈夫、跳ね返ってくる弾力があります。そしたらこっちの方も開いていきたいと思います。はい、こっちも入ってきます。そういえばなんかネイルが、前あったネイルがだいぶ取れてきたんで、新しいネイルをつけなきゃなと思ってるんですけど、でも結構前につけたのにまだね、親指とかがっつりついてるんです。すごいなと思って。おお、こっちもラメてか、なんか結構オレンジっぽい感じの色味ですね。わかるかな、さあ、ピュアベージュってさ、なんだよ感があるよね、名前的に。なんかさ、ナチュラルベージュとかピュアベージュとかさ、シアベージュとかさ、なんかいろんなベージュあるけど、なんかあの色味ってさ、統一してほしいなって思ったのかもそんだけですかね。なんかさ、全部がナチュラルベージュだったらナチュラルベージュ比較がしやすいのにって思いました。はい、こんな感じです。どう、なんか結構さ、なんだろう、黄色オレンジっぽい感じがするかなと。やっぱね、履き心地はめっちゃフィットって感じなので、なんかね、すごく履きやすくて、サイズがめちゃくちゃちょうどいいんですよ。しかもなんだろう、なんかこのラメがさ、絶妙になんかこのなんだ、立体感を出して、なんかパッケージにも書いてたけど、立体感を出してくれてるせいか、なんかすごく細く見える気がしますね。どうですか。はい、足の裏はこんな感じです。なんだろう、なんかね、すごく一体感がある感じ。なんか普通のストッキングってこの先のところと結構はっきり分かれてるんですけど、なんかもうそこから結構一体感があるのでね、なんかつま先まですごく綺麗に見えるかなと思います。でもって生地もすごくしっかりしてて、なんかね、硬すぎず柔らかすぎずな感じです。
なんかさっきも言ったんだけど、なんか着圧は入ってないけど、着圧が入ってるみたいにすごくフィット感があるストッキングだなって思いました。はい、ということで今日は厚着の、ラメラメ光沢ストッキングを履いてみました。で結構ね、まあ、なかなか普段使いは難しいのかなとか思いつつも、ちょっとなんかパーティーとかのドレスとか、華やかさを演出したい時にいいかなと思ったのと、あとはなんかめちゃくちゃね、足の形綺麗に見えるし、まあ、傷とかがあってもやっぱり目立ちにくいですね、ラメがあるん でこのなんかラメの入り方がすごくなんか絶妙に設計されてて、すごくなんか立体感がある感じで、本当に細身はするかなと思いましたので、まあ、皆さんもぜひ試してみてください。ということで、まあ、今回の動画いいねと思ってくれた人は高評価、チャンネル登録、インスタのフォローもお願いします。かおさんでした。バイバーイ。